ミズーリ植物園内の清和園地図。清和園は、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス市にある日本庭園。ミズーリ植物園の一部を構成する。面積は14エーカーで、北米最大級の日本庭園の一つである。1972年、日系アメリカ人市民同盟が、ミズーリ植物園に日本庭園を設けることを提案。庭園の建設には、JACLのほか、全米芸術基金、ミズーリ州政府環境局、日本万国博覧会記念協会などからの財政的支援が行われた。完成した庭園は1977年5月にミズーリ植物園に寄贈された。設計者はカリフォルニア大学ロサンゼルス校で環境設計と造園の教授であった川名浩一である。川名は1990年に亡くなるまでこの庭園の成長を見守り続けた。清和園の名は、英語で、ガーデン・オブ・ピュア、クリア・ハーモニー・アンド・ピースと説明されている。池泉回遊式の庭園で、敷地のうち4エーカーは、池が占める。池には、太鼓橋や八つ橋、島などが築かれている。園内には芝庭、泉水、滝、東や、茶室や様々な石灯籠などが配置されている。公式サイトでは、北米最大の伝統的日本庭園、西半球最大の池泉回遊式庭園と謳っている。なお、イリノイ州、ロックフォードのアンダーソン日本庭園も14エーカー、ある。ABCD ジャパニーズガーデンツアー、ミズーリボータニカルガーデン。ありがとうございます。